はい、皆さんおはようございます。お目覚めいかがでしょうか。私は、1時ぐらいから起きてるんで、そろそろ眠くなってきました。今回は、ご覧の通り、モニットというラリーコンピューターと、ARM トリップメーターの表示の違いについて、ちょっとご参考になればと思いまして、動画を上げてみます。ARM トリップ、ちょっとが緑なんですけど、ちょっと白っぽくなってますけど、実際には、緑です。はい。で、こちらモニットですね。モニットの場合は、見てお分かりの通り、これ液晶です。で、ツイントリップということで、これ10メーター単位ですけど、メーター単位にも切り替えられます。ちょっと表示の動きを見たいんで、時計というかこれストップウォッチなんですけど、にしてみます。で、こんな感じで、液晶なんで、どうしてもこう、モワンモワンと滲んだような感じで数字が切り替わります。で、数字の切り替わりも、こんな感じということで、トリップメーターで動かしても大体こんな感じで動いていたと思います。はい、モニットですね。先の、いろいろ機能はあります。はい、TC100 というのはもう今売ってない昔のバージョンなんですけど、表示は大体同じなんでこんな感じということで、モニットでございます。モニットの紹介ではないんで、こっちに移りましょう。ARM トリップメーターですね。特徴的なのはやっぱり、このボタンがかなりはっきり光っているのと、こちらのディスプレイがくっきりしているということですね。で、数字の切り替わりの違いを見ていただくんで、ちょっと、これではあれなんで、補正モードでちょっと数字を動かしてみると、こんな感じですね。かなりこう、クリアに切り替わるというイメージが、動画でお分かりいただけるんじゃないかと思います。はい。もう一度見てみますか。こちらですね。こんな感じで、若干こう、モワンモワンと切り替わるのに変えて、こちらは、こんな感じですね。はい。という感じです。機能的にはもう全然、モニットさんは、多機能ですので、トリップメーターツインとか、こういう感じでストップウォッチとか、この200っていうバージョンだと時計がついたり、燃料系になる機能がついたりいろいろするんですけど、そんな感じですね。で、それに引き換え、私の ARM トリップメーター、機能はもう絞りに絞ってシングルのトリップメーターのみですが、見やすさとかですね、ボタンのこの感じですね。カチカチっていうのが分かりますか？こうカチカチカチって言って、これ押したのがすぐ分かる感じ。この辺ちょっとこだわってみました。ということで、ARM トリップメーターとモニットの、表示の違いなどのご説明でした。では。